はい、あゆめです。よろしくお願いいたします。それでは今回は A 級順位戦3回戦が全て終わりましたので、その速報および挑戦確率、残留確率見ていきたいと思います。まず佐藤天彦九段、そして佐々木勇気八段が3勝0敗、同じく全勝だった増田八段は渡辺九段に逆転負けで2勝1敗と交代となりました。永瀬九段、渡辺九段、千田八段、増田八段の4人が2勝1敗の混戦となっています。そして中村太地八段が1勝2敗、豊島九段、菅井八段、稲葉八段が0勝3敗スタートとなりました。前期挑戦者の豊島九段がまさかの3連敗スタートということで波乱の展開となっています。ということで、前期挑戦の豊島九段、そして最後まで挑戦争いしていた菅井八段は完全に残留争いに回ることとなりました。これを踏まえて、まず挑戦確率ご覧いただきたいと思います。挑戦確率ご覧のようになっています。3勝0敗の佐々木勇気八段、約 31%。竜王戦でも挑戦者になりましたが、名人戦でも挑戦者なることができるかどうか注目です。そして現在王座挑戦中、2勝1敗の永瀬九段、約 29%。そして3勝0敗、佐藤天彦九段、約 21%。久々のタイトル挑戦なるでしょうか。そして2勝1敗と調子を上げてきた渡辺九段、 10% まで上昇しました。そして増田八段が約 7%、 千田八段約 3% と出ていますが、この増田八段と千田八段に関しては持ち時間の長い将棋で強みを発揮するというところもありますので、このレーティング以上に輝きを見せてくれるかもしれません。果たして一体誰が挑戦するのか注目でございます。この中で増田八段だけが唯一の20代となっています。その他30代前半が佐々木勇気八段、永瀬九段、千田八段、菅井八段、そして豊島九段。30代半ばが稲葉八段、中村八段、佐藤天彦九段、ちょうど36歳で3人並んでいます。唯一40代が渡辺九段ということで、 A 級順位戦もすっかり若返ってきました。そして残留確率ご覧いただきます。じゃあですね、今高級確率ということでご覧いただきます。稲葉八段が0勝3敗で、現在高級確率約 65%。中村太地八段1勝2敗で約 50%。菅井八段0勝3敗で約 40%。豊島九段も0勝3敗約 30% という形になっています。やはりこう上位、下位4名がかなり苦しんでいると、そういう状況でございます。上位6名が勝ち越し、下位4名が負け越しということで、やはりこの下位4名の高級争いになるという確率が非常に高そうです。ただ千田八段や増田八段は順位が悪いので、まだ高級の可能性も十分残されてしまっているというところですね。千田八段、増田八段は早めに3勝目4勝目を挙げて残留を確定させたいと、そういうところになると思います。もちろん、豊島九段も前期挑戦者で、力は非常にありますんで、ここから巻き返してくる可能性十分あると思います。菅井八段も同様でございます。で、この中だと、A 級順位戦の中でレーティングが一番低い中村八段ですが、やはり、戦後の決まった持ち時間の長い将棋に中村八段強みを発揮するというところもあると思いますんで、十分まだ残留の可能性もありそうです。稲葉八段はかなり苦しくなりましたが、ここから挽回なるか注目です。ということで、こちらですね、挑戦争い、そして残留争いの大一番まとめていきたいと思います。まず、挑戦争いの方ですが、4回戦の天彦九段対増田八段戦、3勝0敗対2勝1敗の戦い、これがかなり挑戦争いに影響してきそうな気がします。そして、同じく2勝1敗対3勝0敗の勇気八段対永瀬九段戦。永瀬九段としては全勝者をストップして自身も3勝目を挙げることができるかどうか注目ですね。もし永瀬九段ここで敗れてしまうと、勇気八段と2勝差になるので挑戦が遠のいてしまうという大一番になりそうです。そして5回戦の渡辺九段対佐々木勇気八段ですね。2勝1敗対3勝0敗の戦い。4回戦次第ではありますが、これも挑戦の行方大きく左右するかもしれません。そして千田八段対増田八段戦、さらに6回戦の増田八段対佐々木勇気八段戦、
このあたりに注目しております。そして、こちらですね。残留争いの方は、やはり下位4名で決着しそうな気がしますが、4回戦の豊島九段対菅井八段戦、負けた方は4連敗となってしまいます。4連敗になると残留するのがかなり厳しくなってくるということで、こちらも裏の大一番として注目しています。豊島九段は順位が1位といいため、3勝でもギリギリ残れるという可能性などもあると思いますが、果たして一体どうなっていくか注目です。そして5回戦の中村太地八段対菅井八段戦、6回戦の豊島九段対稲葉八段戦、7回戦の菅井八段対稲葉八段戦など、残留争いの直接対決もたくさんある、そういう状況になっています。果たして誰が挑戦して誰が生き残るのか、本当に注目して見ていきたいと思います。ちょっとまだ3回戦終わったばかりなのでどうなるかわかりませんが、5回戦が終わる頃にはかなりはっきりと挑戦争い、そして残留争いの輪郭が見えているという状況になりそうです。ということで、渡辺九段対増田八段戦は逆転に次ぐ逆転の戦いとなりましたので、そのハイライト少しご覧いただきまして終わりにしたいと思います。3回戦の渡辺増田戦は逆転に次ぐ逆転となりましたが、手数自体はわずか84手で投了となりました。渡辺九段が3七金と打ったところで増田八段が投了。これで渡辺九段、増田八段ともに2勝1敗となりました。取る図以降は2九玉には2八金で簡単に詰んでしまうので、3九か4九に行くことになります。まず3九から見ていきますが、7九竜と歩を取って詰みになります。ここで6九歩と打てればいいんですが、あいにく6三に歩がいるので2歩で反則になってしまいます。かといって6九銀などと打つと、同竜同金にもらった銀を3八に打って簡単に詰んでしまいます。なのでもし6九から打つとすれば6九桂になりますが、この場合は3八金と捨てるのが好手で、同玉に6八竜で詰み筋となっています。2七玉は2八竜で、4八合駒は2八金と打って、4七玉は3八角、4九玉も3八角で、詰んでしまうという状況です。で、6八竜に5八銀打ちなどとやっても、3七金、4九玉、2七角と打って、3九玉、3八角成まで詰みです。で、3七金に2九玉は2八金で詰み、3九玉も5九竜、4九歩、2八金で詰んでしまうという状況ですね。はい、ということで、いずれにしても詰むことが分かりました。なので、この3七金を持って、増田八段潔く投了したということですね。あと4九玉の変化も、これは4八歩があって詰み筋になっております。同竜なら同金同玉3七角と打って、3九玉2九飛車が好手で、取って2八角成から簡単に詰ますことができます。4八歩に対して5八玉は4九角、5九玉7九竜6九合駒、同桂成、同金、7七角成で詰ますことができるという状況ですね。ということで、いずれにしても7九竜から詰まされてしまうということで投了になりました。増田八段の敗着としては63手目、6八歩に対して同金左と取ってしまった手になっておりました。同金左だったんで、ちょっとこう、左側がガラ空きになってしまって、将来の8六飛車が決め手になると、そういう状況が作られてしまいました。同金右としておけば、8六飛車にはもちろん8七歩と打って、飛車を追い返すことができまして、これは先手有望な変化でございます。同金右には、9九角成などが厳しく、将来的に4七角から3六角成が、増田八段としては嫌だったと思いますが、一例としてここから、まず5三桂成で詰めろかけまして、仮に同銀なら、3二銀と、食らいついたり、あるいは6二歩という軽妙な一着を放って、仮に同飛車ならそこでさらに6三歩と打っていったり、あるいは6三歩を含みに3二銀と打っていったり、これは非常に難しい戦いとなっておりました。増田八段としては63手目、同金右ならほぼ互角、同金左だったのでちょっと苦しくなってしまったという状況だったようです。また同金右に増田八段が気にしていた4七角の変化ですが、
で、これは5八金打ちと固めまして、金銀4枚のスクラムがなかなか固く、3六角成には7四桂という飛車と銀の両取りがありまして、8四飛車には6二桂成で、同銀には3二銀が非常に厳しくなりますし、また同玉だと4一竜が非常に厳しいということで、まあ、いずれにしても、まあ、ちょっと先手が有望な展開となっておりました。なので増田八段が懸念した4七角だったら5八金で先手が優勢だったということですね。5八金打ちで、で3七角成の方が有力なようですが、これも3二金とべったり張り付いていって、後手がなかなかいやらしい局面となっていました。一例として5二銀打ちだったら、ここで7九玉とかわしたり、あるいはそうですね、もう5三桂成とすぐ取ってしまいまして、で同銀右としてなんとかこの4二地点を守っていこうとしますが、4四歩と一発打って同金に4二歩と、しつこく絡みつかれまして、これは先手玉が金銀3枚で固く、後手玉がかなり食らいつかれているので、非常に難解な形勢という形になっておりました。ということで、2点3点の末、渡辺九段が最後は鮮やかに寄せ切って勝利。これで2人とも2勝1敗となりました。6名が勝ち越しする本戦の A 級順位戦ですが、果たして一体誰が挑戦するか注目して見ていきたいと思います。それではここまでご視聴いただきまして本当にありがとうございました。この動画がいいなと思ってくださった方は高評価、チャンネル登録いただけますと大変励みになりますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは失礼いたします。